メドは、フランスシェールケンサンドゥルシャール出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは FW、MF。現在は U-20 フランス代表の監督を務めている。アージオセールのユースを経て、1992年に同クラブでプロデビュー。ギール監督の下 リーグワンやクープ・デュ・フランスのタイトル獲得に貢献した。2000年、当時リバプール FC の監督であったジェラール・ウリエの希望もあり同クラブに移籍するも、出場機会に恵まれず公式戦後試合の出場に止まる。翌年1月には AC ・アジャクシオにレンタル移籍し、シーズン終了後に同クラブへ完全移籍した。2004から05シーズンには、 リーグドゥのー・ユーエス・クレテイユリュシタの、さらに翌シーズンは、フランス全国選手権のクレルモン・フットと1年単位で移籍していき、その後1年半の無所属期間を経て、2008年1月18日に現役引退を発表した。1998年の1月に、スペイン戦でデビューすると、同年に、自国で開催された、ワールドカップのメンバーに選出。 計3試合に出場し、決勝ではベンチで優勝を経験した。しかしながら、W 杯以後には、代表に招集されることはなかった。2008年に石入れ無理能で、フットボールアカデミーを設立し、アランサンマクシマンラを輩出している。ありがとうございます。